はい。えー、暗号通貨を振り返るということでね、今日二つ目になりますけども、ちょっとテーマとして持ってきたのはね、えー、ノアコインですね。これ後でノアアークコインとかなんか色々呼ばれたらしいんですけども、実はね、私が暗号通貨に関わっていた2014年、2015年あたりっていうのは、うーん、そうですね、ビットコインとかイーサリアムを除くとですね、ノアコインとその、体の絵だっていうのが、 結構こう人気を二分してたんじゃないかなというふうに私は見ましたねあの要するにセールスがものすごくねプロモーションが派手だったのがノアコインでありそれから「カダのエイダだったんですよ「カダのエイダは全国で説明会を繰り返し繰り返しやってそれこそ毎月のようにやって私もね結構足を運んだんですよ、まあ、ですんですごく印象深いんですよねいつも会場いっぱいだったですからね それから片方ではノアコインっていうのがありまして、ノアコインは地方ではあんまり説明会なかったと思いますけども、うーん、ノアコインに関しましてはね、その成り立ちから少し私も期待して聞いていたところがあったんで、結構いい流れになるんじゃないかなと思ったのと、そのノアコインをね、紹介した方が次から次へと私のよく関わりのある方だったんで、あ、このノアコインってやつ本当にいいかもしれないなっていうところもあったんですよ。 ただ体の枝にかなり私入れ込んでましたんでそれと比較するとねノアコインはいまいちなぁと成立する人は有名な力のある人ばかりだけどもノアコインの本体がねいまいち力不足じゃないかなと思ったんですよで体の枝はそれこそ群を抜いて素晴らしいプロジェクトでその中核を固めてる人もとてつもない天才ばかりだったのわかりましたんで だから結局ねプロモーションが下手でも下手というかねプロモーションが上手でも中身が伴っていなければ単なるセールス上手で終わるだろうなというところと、まあ、セールスがねそこそこでも腰の入っているプロジェクトをやっているメンバーが揃っていたら、まあ、いずれ台頭してくるのはカルダノだろうなと思ったんですよね。まあというところでね養剰資金がそこまでなかった私としてはカルダノにしっかりと振り切って え、反面、ノアコインっていうのは、ま、あんまり期待しないことにしたんですよ。ま、あでもね、直前で少額買ったんですけどね。で、少額は買ったんですけども、ビットコインで送金したんですが、私のウォレットに、未だに、ノアコインは振り込まれてないということになりますんで、えー、ですんでね、ノアコインが値上がりするしないにかかわらず、私は <laughs>、セールスマンによって、ビットコインが盗まれてしまったというね <laughs>、セールスマンが詐欺だったということですね。まあ、 当時いろんな暗号通貨の勉強会を私が主催していたんですけどもあのノアコインをね熱心に信奉する人も結構参加されていて「久保さんノアコインが絶対来ますよ」っていう風に熱心に言われてたんですが今となってはそういう方はなんかね私のもとを離れていってしまってどうなっちゃったんだろうなと思いますまあでも全然ノアコインねあの別に詐欺でも何でも分かりませんけども <laughs> 分かりませんけども <laughs> ちょっと辛い思いしてる人もいるかもしれませんけども うんまあそういうもんですからねから絶対当たるとも言えないし結果が出てからほうらねってもんでもないんで本当紙一重だと思うんですよだから何が本当か何が嘘かなんてのはこれ見分けの困難ですから結果的に当たったからほうらねっていう人はたまにいると思いますけどもそれはね分かりませんからね体の枝だって徐々にあまり時間ねちょっとかかりましたんで 期待していたたよよううななスピードじゃなかったと思うんですよですそれからその後もなんか一進一退を繰り返してね途中で私もね体の枝を進めたばっかりに詐欺って言われましたよね私のことでも今私を詐欺と言っていた人もニコニコで私とね昔の苦い思い出とともに笑い話にし,しながらしっかりといいお付き合いできてますからねだからこれねわかんないんですよ当時から分かってましたなんて私もなかなか言えなくって いや私も最初は怪しいかなと思ったんだけどもでも結果当たってよかったねっていう話ですよね、うん、分かってましたっていうことはないです分かるものは投資の中にはないですただ自分が少ない知識の中でこうじゃないかなと思って信じていたものが当たれば嬉しいですし自分が迷いながらも買わなかったものが外れたらほっと安心してねでほら見とことかっていうね気持ちいいもにもなっちゃいますよね <laughs> まあでもあまりお首に出さないようにしますね。そういうの。心の中で思うことがあっても、その、特定の通貨を、例えばノアコインを信じてね、損しちゃった人には、それなりの悔しさとか思いがあると思いますんで、そこをね、こき下ろすことは、ちょっとしたくないなと思いますね、うん。まあノアコイン、期待は薄いんですけども、これからどうなるのか、たまに気になるところでございます。なんか情報ありましたら、教えてください。え、以上、以上ですかね、今日はね。 じゃあ次回はスピンドルでいきましょうか。